はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、前回の続きです。はい、こちらですね。はい、ペッキャオトリビュートアルバム、こちらの青版ですね。こちらを開封していきたいと思います。では早速ね、取り出してみましょう。はい、とりあえずね、赤版と同じでこちらが入ってますね。ペッキャオ、こっちにはちょっと紫っぽいやつですね。あ、中身が全然違うぞ。なんか豪華になってる。あ、またあ、すげえ、ミニブックみたいになってますね。あ、すごいな。すごい。あ、なるほど、すげえ。こっちだけ本当になんか冊子になってますね。で、問題のシールですね。はい、もうすでになんかもう豪華さがめっちゃ違うんですけどねいや、中に入ってるのがすごいことになってるぞ、これ。やばいんじゃないか。はい、早速見ていきましょう。多分ね、あの順番通りには入ってないと思うんで、とりあえず上の方から見ていきたいと思います。はい、まず 48mm サイズのやつですね。もうすでに全然違うね、これね魔界人ペッキャオ、いや、すっげえ。ぐーわ、これゴージャス。なんだ、エンボスと白押しとなんだかよくわからない感じになってるねしかもこう凹凸がすごいな。いや、すっげえ、何これ。もう裏書きは一緒ですよね。ただ裏の台紙が白になってます。いや、すっげえ、なんだこのシールは。豪華さが半端じゃねえな。2枚目、こちら。はい、いや、もうすっげえなんてもんじゃねえよホログラムになってますね。ホロです、ホロ。しかも見る角度によって、ね、こう切れる、まさにブラックゼウス状態。いや、すっげえ、何これ。聖エンジンペッキャオ、赤版ではナンバーワンのやつですよね、一番最初の。いや、すげえ、ホログラムになってる。すっごい、何これ、めっちゃいい。うわぁ、あ、角度つけるとこんな風にも見える。すごいな、これ。なんだこの技術は。こっちはちょっと見づらい、反射の都合で見えない。すっげえ、なにこれ、どうなってんだこれ。いや、これすげえな、本当に。01番のやつだもんね。うわ、すげえ。3枚目こちら。はい、出たペッキャコ。ペッキャコがものすごくゴージャスになってる。うわ、これはすっごいな。ホロと白押し、なんだこの豪華さ。すっげえ、なんだこのシール。裏書きは一緒だからね。いや、すっげえ、これゴージャス。いや、贅沢だなこのシール。はい、で続いて4枚目、こちら。はい、エンジン別居。はい、こちらもすごいね。これブルーなんですけど、ブルーのホロ、ホロ、ブルーホロってすごいね。うわ、すっげえ。しかも文字がね、ちゃんとね、ブラックゼウス状態になってますね。うわ、かっけえ。
続いて5枚目、はい、こちら万有別居。これ赤版と変わんねえじゃんと思うんですけれどね、これ何か知んないけど厚みがあるんだよね。なんだろう、厚みがねあるんですけど、何が変わってるのかよくわからないですね。でもプリズムがね、近代プリズムになってるね。ここもね、この角度変えるとこうちょっとね角張ったプリズム、最近使われているプリズムですね。そういうことかな。とりあえずね赤版と比べてみます。こっちが赤版、こっちが青版。文字の色が違うし、あと剣がプリズムがかってるのが赤版だね。でプリズムのねこう比べれば分かりますか、こう角張ってね、なんかダイヤモンドみたいな輝きになってるのが近代プリズム。でこれはねこう角度変えてもね、平坦な感じのプリズム、これがね昭和プリズムですね。この青版は何なんだろう。まあ裏の台紙の色が違うのは分かるけど、厚みが全然違うんだよ。2枚シールってわけでもなさそうなんだけどね、まあちょっと謎シールだ。はい、続いて6枚目、はい、こちら、はい、万有別居。これもまたね変わった加工がされてる。顔だけが立体的に見えるんだよね。どうなってんのこのシール、うわレンチキラーみたいになってんのか。しかもプリズムもねなんか違うね、ザラザラした感じの近代プリズム。すっげえな、うわ。ああもうねここの肌触りもザラザラしてますね。はい、続いて7枚目、こちら、はい、もう全然大きさが違いますね。はい、ベイビーベッキャオ。すっごい、これはなんだろう、シールっていうよりワッペン、なんかほんとワッペンみたいな素材なんですよね。うわすっげえこれ豪華すぎるだろう、大きさといい。裏書きはね 48mm サイズになってますけれども、まあ、余白がねこういうイラストで埋め尽くされてますけれども、うわすっごい、どうなってんだこれ。こんな感じの肌触り、まさにワッペンだね。いやすごいな。もう一つ大きいやつ、こちら、もはや何これ。すっごい、魔人ベッキャオ、でっかい上にねこれ豪華だな。白押しとプリズム、何なんだこれは。もう絶句ですよ絶句。これホロも入ってるから、プリズム、白押し、ホロ、すごいな。裏書きがちゃんと大きいサイズのやつに書いてありますね、こっちは。いやすげえ、なんだこれは。はい、といった感じですね。とりあえず青版と赤版のねそれぞれのシール、
枚一枚をね並べてみたいと思います。ちなみにこちらの青版なんですけれども、こちら価格がやっぱそれなりに高いです。1万円です。めちゃくちゃ高いって思う方もいると思います、はい、ただねこちらはもう初回分が完売しちゃって今受注してるんですけれども、ちょっと遅めの発送ということでね、かなり人気があります。赤版に関してはまだ余裕があるみたいなんでね、はい。